こんにちは、ブルコーツです。のっけからちょっと不穏な音楽と空気とともに申し訳ございませんが、バリを取り続きやっていきましょう。ご機嫌はいかがかな。ピチビがいつもニコニコしてくれていると我が輩は嬉しいのだが、私あなたにチクシャクしてるんでしょ。しっくりしてみせるな。それは無理というものだ。バリオのやつが生意気にもロックモルトカービィを倒してしまった。ヘナチョコのやつらだったが可愛い弟子たちをいじめられて何もしないわけにはいかん。今度はキチキチせずに不死身のドーグマンにバリオをやっつけることにしたのだ。我が家の次くらいに強いやつだ。もうバリオ、もう次に強いやつをさ、7人守っているうちの3つ目でいいのか。大丈夫か。しまい、いいでございますじゃ。カメックババよ、そんなに慌ててどうしたというのだ。実は、あの入れ歯が出てしまったのです。何、ドグマのところから星のせいが逃げ。すまん、お声が大きすぎますじゃ。ベジが聞こえてしまいますぞ。とにかく詳しい話は向こうで聞くとしよう。わしもそろそろ膀胱が破裂しそうなところだ。わしもですじゃ。ズレションだな。いいです、どうも。聞くときの聞き方調べてみましょうよ。何か弱点とか分かればバリを助けられるわ。それじゃあ早速この部屋を抜け出さなくちゃ。私の今日のパンティは緑という。早速ポコッと3回目くらいからあれがあの、ちょっと隠れミッキーメッケ、ほらあのこの暖炉のさ、お皿とさ、その横の時計、隠れミッキーじゃん。ミッキーマウスとまさかマリオが共演していただなんて。ってことあれじゃん、 USJ でマリオやっちゃダメじゃんね。オリエンタルランドが取らなきゃ。それさて、秘密の日記を見るときじゃ。クッパクッどうして、突然でした。ということでどっち行こうかな。すぐに見つからないようにしてください。ドゥードゥクドゥ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 。シゲの宝箱だか？え？シゲの宝箱？そう、これはね、バイオハザードっていうゲームから取り出した 4D が 4D で繋がって、いや、4D じゃないわ、間違えてます。あ、4次元ポケットみたいなものなの。これに入れておくともう一つの箱の中に行くのよ。ね、まるでバイオハザードみたいでしょ。処理しね。さて、行きましょう。危ない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 。すごい、まあまあ結構ガッツリ来るな。まあ、あのライトの中に入らなければ何の問題もないはずなんだけど。ああ、これあれか、なんか飛んできたオカマちゃん、オカマちゃんグルメフェアのやつですね。ということで、こっち行って。ってことは、オカマちゃんグルメフェアを倒すことによって、ここの鍵が開けられるようになるということだから、とりあえず、じゃあ、ここの図書館に行っていきましょう。この上ってどうやって行くんだろう。見張りがあれば見つからないように気をつけましょう。チュ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 。てか、こんなところ見張ってて何なの？本読みたいの？読んだらいいじゃん。チューチュー。ここ2匹いる？いないんかーい。ってことはあれじゃん。ハイラル城よりもガバガバな、あれだな。こっちまで来る。しゃしゃばりたーと思うじゃん。よいしょ。ベーベー、ピンチで頑張るもなかなかいいよね。ガバガバやな。こんな近くにいるのに。あ、出た。ハンマーブロスのコブ。あ、緊急キノコ。緊急の。なお、してるか、プロバンジュマイクか。聞いた話では動きが大好物らしいぞ。ジョコマ様って、まあ、家の森の先のずっと奥におられるあれとかも様だろ。確かにな、後ろ星の一人を見張っておられるんだってな。それがまだな、まだ。ピューピューヒルの頂上にあるお城に住んでるんだ。ジョコマ様のお城の近くにはお化けのテレサたちが住んでる屋敷や集落があって、そこは時々テレサを捕まえに行くらしいんだ。死んだまでテレサを捕まえると頭からむしゃむしゃ食べちゃうんだって。いけないかい、行っちゃうよ。ジョコマ様って不思議らしいぞ。何をされても全然平気で傷一つ負わないそうだ。もしかしたらクッパ様より強いのかもしれないぞー。しかそんな、つまり強いなっていう、つまり弱点の一つや二つあるに違いないさ。そういえば、人に知られたらまずい秘密があるらしいって噂が。それに昔はどこを染めて全然強くなかったという話も聞いたことがあるし。しぃ。この話をしていることがどこも様の耳に入ったら、俺たちがバレちまうぜ。でも、一体どこも様の不死身の秘密なんだろう。知らないよ。誰も知らないから秘密なんじゃないかな。キンク。デカバにも弱点があるみ
ったいね。あ、ではそれだけで終わればいいですから。ん？おい、今話は聞けるからな。聞き！俺たちがここに迫ってるバレてるから。あ、ビーチベイ、ラジコのところに。おしっこ癖が上に漏れてるんです。てっ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 て。バレー！あ、絶対今おっぱいとお尻とおへそ触っただろ。まあ、興味ないけど。ちょ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 、私の名前はママ子。星の国にあって私の名前はマーアル。よろしくね。まだまだ長い道のりだけど、きっとあなたはピーチをきっと助け出せるわ。私もいっぱい応援してくれ。私のプレゼントを受け取って。キャッキャムプチュチュ。で、何？マリオのスタンパが2位になったぞ。マリオはママの子守唄星のせい、敵全体を眠らせる技だぞ。本当に眠らせるよ。ピーチだったら私を呼んで。待って待って。力がみなぎってきたわ。言っとくぞ、全人類の中でな、お母さんという存在マジで最強だからな。ああ、これはな、自分の嫁を見てても思う。マジでママって最強。ああ、ママに勝るね、ほんとね、生物はね、この世の中にはいないから。ほんとこれ、あの、人間に限らずよ、人間に限らず、ありとあらゆる生物でママという存在はマジで最強。私は最強。あお、逃げる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 。あお、あ、なんか普通に道になってる。どうしよっかな。じゃあ帰りだから、まあ今回、おう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 、まあこいつを倒したところで何の意味もないから普通に戻ろうか。ちょっと待って、さすらいの旅をしているさ、あいつに渡す手紙って持ってなかったっけ、私。なんかそんな気がするんだけど。あー、ちょっと待って、ちょ、ここどこ？あれ、マジでここどこ？おう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 。あー、ここか。仕方ない。パワーアップした私の力を見せてあげましょう。貴様ごとき一撃ではないんだよな。ジャックキック。一個。マジで戦う価値ねえべや、こいつ。なんだよ、カスかよ。チャッチャッチャッティーン、ドフ。はい、オッケー。2かー。ってことはあれ？シンプルに50回戦わなきゃいけないの？辛すぎる。辛すぎるよ。こんなのブレイブメンロードじゃねえか。よいしょ。あ、いたいたいた。あ、あれ？ここだっけ？あ、違う違う。もう一個もう一個。こっちだ、こっちだ、こっちだ。ちゃ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 。あれ？もうランダムで飛ばされるのかな？それとも、なんか普通に飛ば、あれ？あれ？ここじゃなかったっけ？もう一個、先か。あ、いた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 。おめえさん。ん？あんた何かしてる？あなたチューさんですね。僕のほっぺたにチューしてくれませんか？タラとは言いませんよ。お手紙あげますです。ロインちゃん、聞いたような名前、さあ誰だったっけな。とにかく配達ご苦労、よく俺だって分かってね。サボ子でゆっくり休んでいけないよ。そうだ、あなたにこれをやると遠慮しないときな。チャリリン。なんか、あの、あれだね、考古学者が手に入れたアイテムと危ない。あいつの目だけやけにリアルなんだよな。考古学者が手に入れたアイテムとさ、ただの旅人が手に入れたアイテムは同じっていうところは引っかかるけど、まあそんなことは気にしないで行っていきましょう。チュー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 。星1個しかくれないやつなんかに興味なんかねえわ。ということで君にこれあげます。わらび隕石、非常に残念。むむ、マリオくん、君の持っているその置物、匂う、不思議な匂いがムンムンしてるぞ。そうです、やめとく。昔のね、お偉い女性さんがね、これを使ってね、自分のあれをね、まさぐってたという。おー、やった。おめえ何個持ってんだよ、まとめてよこせよ。いい思い出だろう。さ、じゃあ行きますか。ということで、まあ、スピーチ姫から戻ってきたところだし、で、ちなみに金庫はいつ戻ってくるんだ？ちゃちゃーちゃっちゃ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 ダメージヘールとか欲しいんだけど、ここもいるよね。おい、そこのおめえ、ちょっとまで、どっかで見たような顔だが、こないだ会ったべや、ルイージって名乗ったぜ。何忘れてんの、もう。記憶喪失なのかな？さすがハゲタカだな。髪の毛の数と一緒くらい脳みそがもうチンプンカンプになってやがる。俺の名前か？俺の名前はルフィってんだ。海賊王になる男だ。
ドゥ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 てめえこの野郎ぶち殺してっかんな。そして仲間チェンジもできやしね。でいい、あ、ちょっと待って、いい、ちょ、ここミスってるし。おお、助けて助けてだーか。あー、これになったらダメージ食らわないんだ。へえ、優しい。ということで仲間チェンジしましょう。そうだそうだ、物知らない。ギハーって名前だよ。ぶつ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 見晴らしの通常でっかい鳥だね。さて、1名40代、こういうの動ける3点ずつ、ぶつ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 4ダメージくるから、僕脱出してね。あと、あれ、おいらの大事くるんだ。どういうところ、ギハーってオスなのかな、ミスなのかな。なぜか、おいら気になるんだよな。まあ、オラって言っててもね。ああ、普通にあれだ、ダメ。いや、あれ。よし、じゃあ行きましょう。よいしょ、あ、ちょ、待って、なんか、タイミングがむずいぞ、こいつ。でも、あ、ちょ、あ、本当にタイミングが。下手くそすぎる。おーりゃ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 。オッケー。ちゃ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 。よいしょ、オッケー、やっとできた。どうどう、オッケー。ちゃ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 。何？ああ、なんか。羽手裏剣。ひぎ、羽手裏剣。飛べし飛ばしの術。あちょー。まあ別に大したことないんだけどさ、クリオ続きの普通の攻撃力がさ、あの何マリオのガッ、ちょっと待って A ボタンが押せない。ああグエ。まあなんか A ボタン今めっちゃ連打してたのに全然反応しなかった。まあちょっとくらいのハンデはいいでしょう。よいしょ。まあ一旦に6ダメージ与えられるからこの次で終わりですかね。よいしょ。はい、ナイス。おしまいです。どう思ったらお前今度この野郎なんだよ。ここまでやっても1食らうのかよ。ああめまい起こしてるよ。気持ち悪かっただろうよ、よほど。よいしょ。あちょちょいいちょ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 余裕ぶっこいてたらギリギリの戦いになっちまった。あひゃー、めまいがするだ。しかも全然クレーンし14ポイント。マジか、負けたな。仕方ないな。まああの帰り道戦うつもりは全くないんだけど、とりあえず回復だけは一応、万が一当たった時にね大変なことになっちまったらな。よいしょ、チュリ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 。一応パレッタの方がいいかな。パレッタのパレパレアタックをしようかなと思うから。よいしょ。あれ、そういえばゴンザイモンってさ、誰だよゴンザイモンって。物知りしてたっけ。まあ忘れちゃった。まあいいや。じゃあ行こう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 。さあ戻りましょう。こいつジンベイだっけ。確かあれだよね、七部会で懸賞金が 3.5 億くらいの。しょぼっ。んなわけあるまいって。あるまいにあるまに、こっち逃げてヒューン。さよなら。はあ、じゃあちゃ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 。まあただ戻るだけだったらあれだよね、あのカットしろよって話なんだけど、まあまあまあ、あのいつもお伝えをしておりますが、あのリアルをお届けするゲーム実況者でございます。んで危ないんだす。じゃあちゃ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 。戻ると一体何が起こ、あーあった。ていで星のかけらかな。あ違うわ。これでピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。オッケー、いいでしょう。チュル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 ン。ヒュッ。いいねー。で、戻ってきて、あー、ライムくらい持ってきてたよかったか。まあ、とりあえず目玉焼きでも作りましょう。あれ？あ、違うな。こいつか。卵をよこし、ってか誰の卵なんだよ。ダチョウか、さっきのあれかな、ハーゲンかな、ゲーハーか、生ハーゲン。あ、ちょおしゃべりができません。乗りまーす。チャ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 
キノコ隊に向けて出発。私の栄養補給タイムです。チャー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 。戻ってきました。ただいマッチョのゴリラパンツミキラン。さて、なんかお化けが出てくるんだっけ。でね、執事がなんかこっちまでおいでよゲソとか言いながらさ、あ、でもその前にちょっとね、やっといた方がいいかなって思うやつがいるから、とりあえず、おめえら、変なやつが来たぞ、逃げろ、キューン。で、ピット。さあ、一体何が出るかな、何が出るかな、ドゥ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 ルルルルル。回ってねえんだよな、模様がずっと一緒なんだよな。でやー、おめえなんだ、とりあえず外れだったから、まあいいや。あんまりルーさんに頼っても仕方がないから。ということで、こちこち。そう。先に行く前に、ドゥッ、ドゥッ、ドゥルッ、ドゥッ、ドゥルッ、ドゥッ。ゲスルー！あ、ちょっと待って、今お前とは戦う気はなかった。いや、めっちゃ戦う気で来たんだけど、まさかこんな早いとは思ってなかった。しまった。やっちまったな。物知ります。ゲスルー！地下鉄で大きな顔してる。地下鉄じゃねえや。3、特にこれといった特徴はないみたい。でもあいつ、どうやって特徴はないけど空中抜いてるっていう特徴がそれだろ。あー、これなんか防ぐのむずい。焦げてる。じゃあ、どうしようかな。普通にガッツるか。お、やった。これは見せれないと。8くらい食らわせられるか。あ、ちょー、な、微妙だな。2倍にもなってるのこれ。オッケー。あー、むずい。ちょっと、むずいぞ。むずいむずい。シンプルに難しい。オッケー。でもなー、本当にフラワーポイントを使わないでさ、同じダメージしか与えられないってなんか情けなくなるよね。あれ、なになに。よいしょ、オッケー、ナイスー。イカスミアタックはあれなのか。なんなんだ。あ、てか、あ、しまった。普通にあれだよ。2ターンで倒せたじゃん。やっちまったな。痛い。ピピ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 。キノコエネルギーが足りない。早く補給せねば。ポコンポコン。え、オッケー、おしまいでーす。まあ、どうせさ、すぐ、地上に戻って回復すりゃそれでおしまいだからさ。チャー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 。これであれなのかな、なんか生えてくんのかな。ドゥドゥチュ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 。めっちゃ恨みをなんか晴らすかのように。さあ、これはどうこだ。おお、ただいま。元気だよパパ。いやー、マリアさん、ちょ、おー、それだけ。なんか久々に帰ってきましたなって。まあ、随分とたくましくなったようでとかって、そういうの一言も言ってくれねえんだ。ただで止めてくれるのがありがたいよね。ありがとう。ちゃん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 。おやすみーさあ。ちゃ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 。それでは元気に行ってらっしゃーい。行ってきましょうか。じゃあ、二つ目が多分の、あ、これでのこじろう行きやすくなるね。いいね、いいね。で、三つ目が、あれか、カラカラ砂漠に行くのかな。これちなみにこれを5振ってやると、何にも降ってこないと。わー、星のかけられ、めんどくさい、やっちまったな。おつさん、何がいい、何何何。他人事は他でもない。クリじいさんから例のもの。例のもの。はい、例のものね。わかったわかった。じゃあ、お使いしましょう。今回は、サブクエパートですね。まあ、イカを倒すこともできたから、いっか。イカを倒すことができたから、いっか。どうだい、八つ咲きにしたいだろう。例のもの返せ。ちょっと、例のもの返してほしいな、あのじじい。仕方がないわい。例のものって多分あれだね。ジジイが興奮するあれだろうね。電気マッサージ機だろうな。椅子の裏かよ。ほれ、こいつでしょ。あのジジイには例のもの。もうエロジジイしかいねえじゃねえかよ、このマリオストーリーにはよ。なんだこれは。年を取っていけば年を取っていく、この性欲の増すゲームなのか、これは。
おります。まあ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 、まだね、僕も30代だから、まあ性欲はムンムンあるけどさ、なんか年、この子らが、いくつなのかわかんないけどさ、な、俺はな、あんたにこれをあげるぜ、どうせ行くんだろう、わかってるよ。で、何次は何、何事もかでもない、カメカメティ、あれカメカメティって持ってたんじゃなかったっけ。あった、よかった。おー、はいはいはい。ぬるぬるー。みんなに何する、何飲料はいらん、取ってくると。おーおーおー。珍しいじゃん。なんだ何タイミングとのホタテのマリオさんにいる。ルイージのサインかっこいい。一刻も早く。まあ、確かにな、ルイージのジャンプ力って、マリオよりも上なんですよ。なんでかって言うと、なんか飛んだ後にバタバタするからな。弟に会いたくないからもういいです。実の弟とは仲がいいっすよ。ただ、ここのね、マリオとね、こいつの仲がよろしくないっていう話なんで、カメカメパス、じゃ、なんか、ミートボールパスとかなんかそんなが手に入るんだっけ。まあ、よくわかんないけど。いいです。いい、ちょ。あ、ここは何手に入らないね。あ、勇気やコンコン、あられやコンコン、振っても、アイテムって預けられるんだったっけ。あ、そういえばなんか、あれか、預けられるんだったっけ、お店屋さんに。でも、バイオハザード式なのかな、どうなんだ、ちょっと待って、なんか、めっちゃ怪しいやつが来た。うわー。よいしょ、てらちゃちゃちゃらちゃ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 、めっちゃいるわん。ここあれかな、普通にスーパーブーツ手に入れてからの方がいいのかな。とりあえず物知るか。ちゃ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 、闇トゲクリだよ。地下に住んでるトゲクリボーラー、最大 HP 攻撃力は3、頭にかぶっているトゲ付きの帽子に踏んつけるとダメージを受ける。あ、普通だった、超普通だった。よし、オッケー、ひっくり返れかん。お前たちのダメージはも受けないから別にっすよ。ピッ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 、オフ。オッケー。待って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 、痛い。そしてダメージはくるりん。やばい、酔っ払いになっちゃった。酔っ払いクリボーだ。でダメージ与えられてないのに笑ってるぞ。お前の志低いな、トゲクリ。やっちまったわ。なんであいつね、なんでこいつにアタックしに行ったんだ、バーローめ。3、どうせこいつらあれだろ、1しかくれるんだろ、分かってんだよ。一体なんで、は、もう一回、よいしょ、かん。違う。あ、そっか。ひっくり返さなくても、もう物理で殺せるんだ、こいつら。あ、2くれるんだ。あ、まだこいつら2くれるんだ。あれ、なんかさ、どっかのさ、泥棒さんはさ、1しかくれなかったよ。あいつ、泥棒でさ、人の金を奪うくせにさ、すげえケチだよね。自分たちをあげねえよーって。なんてやつだ。オッケー。あれ、ちょっと待って。なんかしばらく占いが来てないけど、もう占い解けた。50コインも払ったのに ?50 コイン払った中に20回くらいできるんじゃなかったっけ。ぽよーん。これなんだ、たた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 ーん。ガツン殴り。あー、今だったらあれ、あ、ちょっとひんやりしてるね、すぐ。ひんやりし、あ、ちょ、間違えた。バッチが、じゃあガツン、あー、どうしよう。地震アタックじゃなくてガツンの方がいいのかな。で、一応まあ、飛ばないと倒せない敵も出てくるだろうから、こんなんでいいかな。トゲ用ガードあんじゃん。まあ、いっか。ていオッケー、いたらちゃっちゃちゃらちゃ。新しい敵はなんか、ボッコボコにしばき上げておきたいから、とりあえずじゃあガツッとこ、あー、違う、今じゃない、今ではない、だったら普通のハンマーでボッコボコにしばき上げた。あー、しまったー、なんでそんな二人なるんですか、かわいそう。オーバーキル、オーバーキル。ということで、物知りましょう。闇パタック。地下鉄のハネツキング最大 HP なら攻撃力は2だよ。撃ち落としたレミクリボーになるのは他のパタクリボーと一緒だよ。ペチャチョ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 、もうしょうもない羽羽さんは後回し。よし、オッケー。ちゃ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 。あー、ラッキー、てれててて。で、ジャンプ。ドン。オッケー。くる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 。ヤミクリさんもあれなのかな、普通に3個くれんのかな、だとしたら美味しいんだけど。どうでしょう。じゃあ、ラッキー。まるでラッキー。
とあーと1個足んねえのか。これで物知りをしたらあれなのかな。あ、闇クリボー一応いけるんだ。オッケーオッケーオッケー、楽だね。地下に住んでるクリボーだよ。2、普通のクリボーよりも HP や攻撃力が高いけどマリオは大したことないはずだよ。うん、その通りです。あー痛い、大したことあります、強いです、勘弁してくださいです。シザーセイ、性格悪いマリオは送ってポコチン、くる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 、10個、チャチャチャポカパッパパン。オッケー、ハートハート、ハートキャッチプリキュア、オッケー行こう。他になんかさ、ハートキャッチみたいななんか言葉ってなんかどっかにないのかな、わかんないけどさ。あらい、何してんですか。どうしよう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 、とりあえずガツッとく。トゥッツッツッテッドフ、くる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 、どうしようかな。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。あちょ、めっちゃ笑われた。腹立つから、芝。芝キックス。で、ピンキーちょうだい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 、ピン。オッケー、さよなら。あ、でもこれでも3か。あれ ?3?4 じゃないのか。マジか。すっげえついてくる。なんか3体目、仲間みたいな。これが結構ギリギリなんだよな。ほい。よいしょ、オッケー。で、こっち行くと、まさかと思うけどさ、ビリビリのやつ出てこないよね。大丈夫だよね。ちょ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 、今ビリビリのやつが出るけど多分ね勝てない、さすがに。 HP5、 あおおおあおお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 お、今あなたちょっとめんどくさいから、レベルアップできる、できたら別に戦ってもいいけど、今のこの体力とね、ちょっとこれだったらね多分自利品になっちゃう、すげえグダグダの戦いになりそうな気がする。腰のかけろー、マジかー。どうしようかなー。あー、ちょっとしかもミスってるし、じわじわ行こう。的ちっこ、くる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 、オッケーいかん、オッケーいかん、でい、よし、あ、違うな、逆、あ、しまった。そうだよね、そうだ、あ、違うわ、あ、なんだ、じゃあ、ごめん、なんもないっす。オッケー。いや、あのね、何がしたかったかっていうと、パレッタキックをかませば、羽をもぎ落として、んで、ハンマーで潰した方が、もしかしたら、威力高かったんじゃねって思ったけど、そうでもなかったわ。残念でした。オッケー、いかん。じゃあ、はい、潰そう。とぃやー、すんやー。イラスト、やっぱトゲクリの方が攻撃力がある分あれなんだね、スターポイントをもらえる数が多くなるっていう、そういう寸法なんですね。よし、ちゃらちゃちゃー。おー、なんかメンマ、あー、でもアイテムがいっぱいだわん、忍びたキノコはいらないわん。で、ここ行けたから、でここ降りると、なんか、あ、ちょっとまだまだなんか一体がうろうろしてんな。え、あー、ウルトラか、ウルトラソウ、はーい。うわー、まあ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 、相手にするやつが少なくなる分だけまだマシか。よいしょ、オッケー、いいね。だからオーバーキル、オーバーキル。で、どうしようかな。パレットキックって、でもこれ食らっちゃうかな。でい、オッケー、うまい。で、よし、オッケー。で、くるっとひっくり返って。あ、違うわ。あ、間違えた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 わ、間違えたわ。わーん、間違えたわー。あれ、こいつの攻撃力って3だったっけ？あ、あ、あ、ちょろちょろって、なんかジャンプ力が低かったから、完全にかわすっていうのが分かりきってた感じがする。ドン！オッケー。7個。さあ、あとちょっとで進化するよ。進化って言い方あんまりふさわしくないから、レベルアップの方がいいのかな。ちゃ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 、無理ー。ウルトラハンマーってどこで手に入るんだったっけ。
あれか、ステージ 6? 違うな、ステージ6じゃないな。な、5か。まあ、とりあえず、ここは用済みかな。今行ける単位では以上。お疲れ様でした。さよなら。ってところかな。あ、じゃあまだ行ける。あ、てかもう普通に行けんじゃん。あ、なんだ、戦えたのか、これ。あ、振りかぶってー、よーい、スタートー。じゃあ行きますか。あとあれだね、バッジを手に入れて、露天商でバッジを手に入れて、まあご飯作って終わりってところかな。オッケー。ナイスで防御いいね。うまくできれば防御力が一気に2に上がるもんね。よし。あちょ、あちょ、こういう時にミスる？意外とパレッタキックね、ミスることが多いんですよね。シュ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 おい、あ、やった。な、予想通り。トゥ、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 トゥ。コイン今何個？あ、203名まで行ったね。あの、バッジを手に入れるのもやっぱりね、いろいろと必要だからな。ん？めっちゃ嫌な予感したらやっぱりそうだった。しまった。これきついぞ。うわ、これきつ。どうしよう。寝てくれへんかな。きつ、ちょっと待って。わー、ちょっと安易なことをするとこうなるっていうね、もうちょっと。あー、しかもミスってるし、最低。あれ、ちょっと待って。あ、オッケー。まあ、後がでかいのを助かるんだけどさ。あー、死ぬー。ちょっと待って。すっきり爽快。5ずつ。今9与えただろ ?9 与えたな。オッケー。9だな。マトマジック。オッケー。え、なに？あー、ビリビリになるだけね。オッケー。いい。ビリビリになる程度だったら、そんなんもいくらでもなってください。でぃしょ、キン。あ、放出された。オッケー、いいね。どう？え、ちょっと待って、9+6+6+2は？あー！え？ 9 たす？ちょっと待ってね。9+6+15、21。今23与えてるね。23与えていると。とりあえず、もぐ。23。で、29。どう？ビリビリ。で、29になったから、これで35。で、36! オッケー、36でしょ？で、すっきり爽快。36、あと14のはず。くる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 
よし、オッケー。で、もう一回パワーアップしろ。ブル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 。これで一旦使ってくるのは すごい楽。これ倒したら俺だいぶ金星じゃねえか。多分今までこの段階で戦ってきたやつの中で一番強い敵のはずだから、めっちゃ固まってる。オッケー。よし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 。あー、これは無理だ。イカスミパスタの出来上がり。久々に食べたいな、イカスミパスタな。
あのね、なんかカプリチョーザとかでイカスミパスタってよく食べてたんですけど、やっぱりね、家でおかんが作ってくるね、やつが一番好きなんでね、ビリビリっと電気で最大 HP 攻撃力4で電気を出してビリビリになってる、うかつに踏んじゃりしたらダメだよ。ビリビリ状態でなんとかダメージだったら元の状態に戻るはずだ。要は、あれだよね、電撃が放出されるっていうことだよね。多分ビリビリになるんだろうな。ムル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 ビリ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 。あ、でもちょっと待って、残り1。おぉ、すげえ、ギリギリの戦いをしてたわけだ。お前も食らいやがれ。さあ、これでレベル、あ、しかも、やった、ありがとう、大好き、抱いてあげよう。ちょ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 ー、すげえ。今回の見どころなんじゃないか。ちょ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 、うーん、いやー、まさかゲッソー2体をね、一つのパートで立って、しかもミニミニ踏み、大したことねえ。こんなやつのために俺は命からがらの戦いをしたのか。まあ、勝ったからいいけど、僕さよなら。次はフラワーかな。よし、じゃあ、地上に戻ったら一旦終わりにしましょう。あー、そうだ、あとあれだ。ね、ちょっと待ってね。違う違う、こっちだ。料理も作ろう。キノコソテーとかね、いろいろね、大事なものだったね。スパキの雪やコンコンってなんだろう。なんか作ったあれから冷製スープとかそういうのになってるのかな。ふん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 。うん、まあまあかしら。チルチルチル。あ、違う、渋くなってる。マジかよ。まあ、FP2 回復するのは嬉しいけれどもやな。じゃあ、目玉焼きにして。こっち、シェフのくせにね、ただ卵割って焼いただけの料理作ってきやがるからな。味付けもなんもしね、まあ、多分塩の味付けくらいなのかな。ね、目玉焼き。料理のそのレシピで何と何を組み合わせたらできるかっていうのを、やっぱ用意しようかな。ね、ハニーシロップはフレッシュジュースになるから、これは作っておきましょう。チャラチャッチャッチャッチャラチャッチャ。あー、ふんふんふん。いいな、こんな風に料理を楽しみながら作れる人になりたいよね。なんか失敗しないようにっていうのが、なんかもう必死になる感じだもんね。はい、どうぞー。チャッチャッチャー、チャチャッチャッチャー、チャカチャッチャ。あとラストは、あ、じゃあマロングラス、ファイヤーフラワーってなんだったっけ、なんかあっちあっちスープかなんかなるんだよな。まあいいや、とりあえずこれでいいか。カラカラの実って何になるのすげえ気になるんだよな。まあいいや、ありがとう。はい、やめます。あれがっかり。つまんな。面白くなくて。よし、ちゃっ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 ちゃ、あ、ちゃ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 、露天商だ。なんかいいアイテムあるか？なんだこれ。二回アイテム、あ、いいね。で、やっつけとつ、あ、貫き殴りはいいな。これ欲しい。次に出てくるやつで、ボスとかには全くもって使いようがないんだけど、ちょっとね、必要な、あ、しかもそっか、今ちょうどあれだ。じゃじゃじゃ、削らない削らない。とりあえずこれでいいかなぁ。ミニミニフミとかでもなぁ。まあ、一応コイン戻る。まあ、マックス使っておきましょう。よし、じゃあ、今回少し長くなりましたが、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回、動画も乗り込んでいきましょう。まずはテレサとね、仲良くなるっていうことがね、いつも敵対するテレサとね、仲良くするっていうのはなかなかない機会ですからね。はい。ということで、ドキドキしながらお待ちください。ではまた、バイバイ。あ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくねー。